子猫の地位が始まるよ。おや、ご前回のお話。いつも誰かを待っていたこっち、今日も戻ってこないな。実はこっちには生き別れた弟シロシロがいたんだ。お兄ちゃん、心配するなシロシロ。お兄ちゃんここで待ってるからな。ある日アンから白い子猫の話を聞いたこっちは、シロシロかもしれない、探しに行こう。その猫がシロシロではないかと思い、一人で探しに行ったんだ。一生懸命シロシロを探すこっち、そしてついにシロシロか、シロシロ。シロシロのうち、いいとこだよな。
お兄ちゃん。僕のお家、いいとこなんだ。よかったな、しろしろ。うん。お兄ちゃんはどんなお家にいるの？お兄ちゃんのお家もいいとこなんでしょ？いいお家さ。どんな？ここと同じくらいいいところさ。
こっち、そっちに行くな。ほっといてくれよ。うわっ、ほっといてくれよ。電車に乗ったコッチ、一体どこへ行くのか。次回、コッチ旅立つ、大旅行だコッチ。にゃー、あっち向いてふいやうよ。せーの、あっち向いて。